この国の電車は地球上を最も発展していますなぜならクソジジイが動かしているからです駅では多くの人が彼を見守りますこの仕事は好きだよもう30年は続けてるジジイ電車はリタイアした高齢者の働き口として今世界中で注目されていますまた電車を動かすだけでなく線路工事も 自自自自ら行います。こうする意味はわかりません。重さは500キロ近くもあります。私の電車は好評ですよ。快速もあるんです。気持ちだけですが、さっきのは顎を鍛えるためです。両手は仕事中スマホを見るのに使いますから、作業は顎でやります。天地も 好きですよ <laughs> ジジイ電車の醍醐味は優先席がジジイシートになるからだそう5人掛け程度の座席ならクソジジイ1人でも運搬できるという <laughs> ジジイ電車は非常に有用です。 高齢者は新たな仕事を得人々はゆったりと電車を楽しめまた環境にも優しい若者は老人を敬い老人は若者と共に働くこれが相互社会のあるべき姿ですクソジジイは今家族に囲まれ幸せに暮らしている私の夢はこれからも電車を走らせることですいろいろな国の鉄道そのすべてを じじいが動かす日が来るのもそう遠くないと感じています。それに決められたレールの上を歩くというのも存外悪いことではありませんよ。そう思うでしょ。